もう辛いんですけど。辛い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 。やめてほしい。前向いてください。前向いてるじゃん。じゃあ横向いてください。体ごと。はい、今日もお疲れ様です。お疲れ様です。2回目ですね、このやり方。そうですね。前もあった気がする。うん、そっか、デジャブじゃない。違う。デブ？誰がデブじゃん。すいません。今、ね、全世界のデブを敵に回したからね、今。で、悪意があって言ったわけじゃない。好意があって言ったのか。そうです、そうです。そうなの。はい。デブが好きってこと。そういうのがあるんです。そう、竹山さんに対してね。うん、うん、俺のことが好きなの。そういう好きじゃないですよ。どういう好き。好きにもいろいろあるじゃないですか。うん、ね、いろいろあるかな。ない。照れなくてもいいじゃないですか。はい。だめ。急に願ったな。私に来ないんだったらどんどん行っちゃうみたいな。そういうとこありますよね。あるよね。女の子って。あるある。怖い。さあ、うん、今日のこの俺の服の色はいいでしょうこれ。いいですね。ピンクで。すごいバラ肉のような。そっちじゃねえよ。ちゃんと季節差しも入ってて。季節も差しじゃねえよ。とかもうあのね、桜、はい、春ですから。はい、うん、いいですね。いいでしょ。はい。うん、はい、すごくいいですね。なんかイラッとすんだよな。こう花見会場とかでこうイチャつくカップとかをこう保護色になって見えないようになってこうやって見ようかなみたいな。木の幹と桜の花みたいな。わ、はい、かんないでしょ、花見会場にいたら。いないみたいじゃない。そうですね、気づかないかもしれない。ね、でも桜みたい。そうだろ。うん。2週間ぐらいで散っていく。その後メキメキと青い歯を出してやるから。花見、今年は誘われてんの花見。今年誘われてないですね。あれ予定ないです、花見の。翔くんは。僕は翔くんもないっすね、今年。自分で翔くんって言われた。翔くんって言われたんで。ないっすね。今年なんかあんまりなんか花見って湧いてる？うちの周りは特に。なんか毎年さ、花見どうするどうするって、もうやばくない、今週にしなきゃやばくないとか、なんかすげえ切羽詰まった感じでみんな話してるのに、あんまり話聞かないなと思って。で、花見行きますか。行きますよ。もう決まってる。決まってるけど、まだ人が集まってないですね。お、最悪1人。最悪3人。あ、3人、まあ3人でいいじゃないですか。いいな、花見。でも番組でも言ったけど、花見って言ってさ、うん、花ほとんど見ずに酔っ払ってるやつ多いよね。そうですね。あと バーベキューに夢中になったり、あやれるとこでは焼きにね、あ焼きに夢中になっちゃう、うん、あ花って咲いてたっけぐらいの、うん、何年か前の時にすごい雨の日にやったことがあってさ、下に敷くはずだったブルーシートで全部屋根にしてで桜の木にロープを言われてこうブルーシート貼ったわけ、うん、で確かに雨に濡れずにこうご飯とか食べれたんだけど、花が全く見えないね。ブルーシートブルーシート貼っちゃったよな。何なんだこの花見はみたいな。え、2人の一押し花見スポット。一押し花見スポット、名の知れたとこもいいんですけれども、一番いいのはそれぞれの家の近くの公園。おうん、結構いい、人があんまりないからゆっくりやれるっていうのが、はいはいはい、で公園だとトイレもあるんです。トイレ大変ですからね。大変だよね。確かに大変だ。結構いいかなと思います。え、山田は。山田は、まあ、これ番組でも言ったんですけど、うん、地元岐阜県関市武芸川町にある千本桜、うん、これ千本桜って言っても調べたら2000本あるらしくて倍ある、倍ある、ね、2000本あるんで。片側1000本ってことですね。あ、1000本ずつあるんですかね。1000本ずつ桜でパーって咲いてるんで、すごいいいですよ。あ、田舎ならではの雰囲気も出てるんで。あ、田舎なの。めっちゃ田舎ですね。そうなんだ。めちゃくちゃのどかなんだ。のどかです。あ、うん、俺はやっぱり五条川かな。あの番組でも言ったっすけど、うん、そうそうそう、川に向かってちょっとこうやってこうやって生えてるね、こうやって、はい、よくダンスして何これ何ですか。うん、やんないですよ。関係ないじゃないですか。関係ないよ。まずずっと気になってたんですけど、何がいいねなんですか。